はい皆さんおはようございます株、えー、君でございますはい本日もよろしくお願いします、えー、まだですね皆様のコメントをすべては読めていませんので今からですねちょっと読んで、えー、勉強とか色々、えー、語って語るところは感想を述べてやっていきたいと思いますで多分羽生選手と小野昌磨選手と先ほどサッカーの話があったと思うのでそんな感じ かと思いますので、本日もよろしくお願いします。で、今日は土曜日ですよね。うん、823g 停止3。おはようございます。へえ、そうなんですね。そもそもゴールデンスラム達成した選手っているんですか？今のところ羽生くんだけなら十分な気もするけど、欲は言いません。全ては彼の意のままにで、これについてはココア大輔さんおはようございます。 キャリアゴールデンスランはヤグリン、そしてプルシェンコ、ライサ・チェック、羽生結弦、ネイサン・チェン、キミオナ、ザキトワが達成しています。で、これについて、ここは大輔さんが少し。 あと、えー、のコメントですいません、ゴールデンスラム達成者で、現役は羽生選手、ネイサン・チェン選手、ザゲトワ選手の3名でしたねということになりますので、えーあの、訂正がございますので、こちらが、えー、最新の状況でございますあの。ありがとうございます。全く、ね、問題はありませんのであの、本当にありがとうございます、はい。ということなんですよ。で、この中でダブルキャリアゴールデンスラムに、 リーチがかかっているのは羽生選手のみなんですということなんですよ。うん、だから非常にこれはリーチなんですよ。うん、羽生選手が現役か引退で迷っていて、えー、続けるにあたって何らかの,あの新しいモチベーションをえ求めているならですね、えー、これが本当に気になっています。モチベーションっていうのは一番大事かと思いますので。えー そして8 2 3 g t ん、えー、そうなんですね。それを聞くと欲が出てくるな。えー、詳細情報、ありがとうございました。はいというわけでね、僕も、ここは大輔さんからいただいた、この、えー、ちょっと名前を忘れちゃんでダブルキャリアゴールデンスラム。そう長いですけど、えー、これをね、羽生君に皆さん、えー、伝えてほしい気分でございますね。うん 1、えー、9 5 t さん、おはようございます。えー、コレイ・シーセリー選手、えっ、ー、と読み方がねちょっと間違ってるかもしれませんけど、えー、こちらの選手、名前聞いてもハテナでしたが、調べてみたら直近では四大陸選手権出ていました。あーなるほどですね、結果は11位でした。イケメンは記憶に残るので覚えてました。 なんか三宅瀬な選手的なイメージがちょっとあるんですけど、ま,あ、ちょっとまた違う雰囲気でしょうかね。去年まではジュニアだったと思います。ってことは、18歳まではジュニアだったということでしょうかね。カナダのオリンピック補欠でした。183センチの高身長で柔軟性があって、バレーっぽい美しいスケーティングの選手ですね。トレイシーの下でアイスタンスもやっていたのかな。 あの画像でですねアイスダンス、女性と組んでいた画像があったんで、アイスダンスかね、ペアかなって思っていたんですけど、アイスダンスもやってたみたいですね。うんちょっとこう今、えー、気になっている選手らしいので、ちょっとこう来シーズンに注目していこうと思うんですけど、そして、えー、ノンデスクリプ、えー、TNYC さん、よろしくお願いします。えー 彼女からも、えー、その選手についてのお話が入っておりますね。この選手、日本で人気が出るのは時間の問題だと思っていました。あー、なるほど、なるほどですね。うん、まだこう、完全にこう浸透しているわけではないかと思うんですけど、まあ、結構、知る人ぞ知るファンの方から、この選手がですね、ちょこちょこ,こう存在感をアピールしていくのかなというのがあるので、来季楽しみですね。個人的には羽生選手 アンド英国のロビンカズンズ選手が見事に融合したイメージですえまただトリプルアクセルまでは見事にマスターしていますが180センチ以上の長身で4回転がなかなか安定しない様子、えー カナダは似たようなレベルの男子選手がひしめき合っているのであと一歩わさびの効いた演技ができれば4回転は持っていますがわさびの効いた演技っていうのはこれは刺激的なっていうことでしょうかねわさびっていうのはこう辛いですからちょっとそういうことなのかな。うん そこはちょっと驚きまして、4回転は持っていますが、トリプルアクセルが苦手なロマン・ソドフスキー選手あたりは、とは対等に戦っているケルはスということですね。あの、言われてみると、ソドフスキー選手ってトリプルアクセル結構ミスするんですよ。うん、苦手なんですね。でもカナダの選手って、ジェフリー・バトルとか、エマニュエル・サンディとか、あのね、 ケビン・レーナンズも確かトリプルアクセル苦手だった気がするんですよ。結構ね、トリプルアクセル苦手なカナディアン選手って多いですよね。うん。はい。えー、でもこのロマン・サドフスキー選手のスケーティングはめちゃめちゃ綺麗で、まあ、カナダの選手たちはもう例外なく美しいスケーティングを持ってますので、それに加えて難しい4回転とか美しいこうスケーティングを見せてくると、 あ美しいそのジャンプとかを見せてくると、まあ、かなり、えー、レベルが上がるということになるのでちょっと気になってます。はいまあ、それとともに、まあ、イケメンということなので、えー、大変なことになっちゃいますね、はい。マスミンさん、おはようございます。よろしくお願いします。えー、株君のせいでで羽生選手話が止ままらなくなくりましたたかったです、はいえー、っすえと かぶくんの昔の配信を全部は見ていないので、同じようなこのお話をコメントしていたらすいません。かぶくんが感動した、えー、ジュニア世界選手権バガニーニの時の裏話です、えー。その同時期に地元仙台の中学校では卒業式が行われていて、羽生選手は卒業式に出席できなかったんです。マスミンさん、この話はですね、僕初めて知りました。 うん、今この瞬間初めてて知ってる最中でございますでも、後から少人数でしたが、羽生選手だけの卒業式を行ったそうです。ああ、なるほど。ってことは、やったーっていうふうな感じで、阿部先生と抱き合ってたんだけど、まあ、卒業式には出ることができなかったんですね。ってことは、ポツンと上の方に写真が貼ってあるパターンでしょうかね。世界チャンンピオンになって帰ってて帰きたんです もうそれくらいしてあげないとですあ、そっかそっか羽生選手だけ卒業式を行ったということですね。うん。いやもうってことは、えー、ラフマニノフのパガニーニでこう世界ジュニア選手権チャンピオンになってで卒業を迎えるってこのこう相当ねぴったしな感じがあっていいですね。うん。あのジュニアの、えー、世界一になって同級生からもサインを求められたようで、えー、その時の、えー、色紙には。 オリンピックでも金を取ると書いてあったんです有言実行の男ですねわあすごいですねもうほんとね有言実行の上を行きましたねさらにねあと株君視聴者日誌はガサゴソと雑音が多かったですが配信中株君は何をしたんでしょうかあ、本当ですか何をやったんでしょうかねうん。ちょっとたまになんだろう風でも吹いたんでしょうかねはい えー、そして私のコメント、危険を危険と、えー、またもや合示していました。でも、株ぶよしおさんは気にしますよね。気にならないんですよね。もう本当ね、もう全然気にならないんで、多分そういう性格だからかな。うんなので、まあ、結構皆さん、こうなんかすいません、間違えましたってね謝られる方も多いんですけど、本当にまあ、でも他の方とか結構気にする方もいるので、まあ、そういう。 対応もあ僕のとは思くんテレビはです、ね、そういう気にしないんでほんと全然間違ってても大丈夫でございますね。うん。あとで直してくる人がいるとあなるほどねっていう感じで柔らかくいくので、まあ、そんな感じでこうやっていけばいいのかなというふうにちょっと思ったりしてます。はい。なのでよろしくお願いします。はい。はい、というわけで、えー、株舞伎はこれからも頑張っていきます。 えー、シルビア JP さん、よろしくお願いします。ああ、ごめんなさい。言葉が足りてなかったですね。えー、すいません。書き直します。これはあ、ちょっと読んでいきましょう。3月31日の、あ3月30日付のスポーツ .ru そのままの続きで書くと、このコメントが消えてしまうようなので、カタカナで書きます。2、プルシェンコがサンクトペテルブルグで4月16日に開催するアイスショーの記事がありました。えトゥルサワ、トゥクタミショーは他が出演者として名を連ねていますで。トゥルサワはエテリのショーに出演するんだけれども、プルシェンコとも約束があって、ショーには出るというのは以前から聞いていて、へえ、そうなんだと思っていたんですが、 えっと、北京五輪のあとは競技への参加はなく今シーズン残っている予定は春の賞だけという話だったしえプルさんのところのポスターも見ていたんでニュースとしては別に新しいことはないなと思いながらニュースの下のコメント欄を眺めているとえエティス祭の賞は15日16日だけど だだけどど両方出演するとはどうだろうとはううろ書き込みがありましたえ確かにサンクトペテルブルグとモスクワの移動に何時間かかるのか知りませんがこの日程を見たら無理じゃねと思うのが普通ですよね。リンクが貼ってあったのでリンク先の VK に行くとエテリが15、六6日に開催するショーの出演者リストが上がっていました。でそのリストにトゥルスファーの名前はありません。 リストの、えー、投稿日は3月21日。エテリの賞には、えー、そうですね、エテリのショーにはですね、えー、出ないということなんでしょうか。試合ではないにせよ、あのお客さんの前で賞をするんだから、リハーサルとかもするでしょう、えー、しないの タチアナ・サラソワさんの名誉を称えるというこのショーのポスターを見ると、勲章をいっぱいつけた巨大なタラソワの写真、その後方にシェルバコワ、ザキトワ、メドベイチワの3人が小さめのサイズでそれぞれポーズをとっていました。なんだか不気,不気味なポスター。でもなんかね、僕ね、僕は正直なんか気な臭ささをやっぱ感じるんですよ。正直言うとね。まあ、ね、大丈夫かなって思うんですけど、でもちょっとね、 うんまあ、お話したとき聞くと、ちょっと、うん、プルシェンコの方のポスターには、トゥルソの写真も出ていたし、予定通り出演するでしょう。 でも、エテリの賞にも出るということになっていたんだから、出ないことになったら、チケットを買ってしまったファンはどうするの私が行くわけではないので、チケットのことはいいんだけれども、えー、VK の投稿についてのコメントでも、トゥルスはどこと,と書き込みがあって、はっきり説明したいと混乱する人たちがいると思うけど、そうですね、これはちゃんとやっぱりしてほしい部分ってのはありますよね。まあ、そうしたいトゥルスを見に行きたい人はね。ね あの見ることができないということになっちゃいますからこういうのはちょっとちゃんとしてほしいんですけど、まあ、選手とか関係者の間で、まあ、いざこざがあるのかなってちょっと思っちゃう部分もあるので私と混乱、まあ、この辺のことははっきり説明しにくいことなのかもしれないですけれどもねそれにトゥルソワはファンがいろいろ事情に通じているらしいからみんなもう知っているのかもしれないですね。 それにしても、アレクセイ・ヤグディンが、タラスワのあの20年前の演技発言に賛同をしているというニュースが出ていて、え、嘘、ヤグディンまでわざわざそういうことを言わないといけない事情でもあるのと疑問に思うんですが、これは嫌ですね。うん、これはちょっと嫌ですね。でも、アレクセイ・ヤグディンとタラスワさんっていうのは、確か、まあ仲、仲間って言い方ですけど、仲間ですよね。まあ多分まあ、それに賛同してるのかなっていう、お母さん的な感じがあるのでね。 うん、アレクセイ・ヤグジンとタラソワさん。はいまあ、どういうあのつながりがあるかというのは今は分かりませんけど、まあ、今回ヤグジンも相当疲れてる顔をしてましたね。うん、と、えー、そしてタラソワが出てくると何か怪しげな様子を帯びてきます。私から見てですかいやもうねすごい怪しいですよ。 うんまあ、ま,あまずね、20年前のどうのこうのっていう発言をしてる時点で、全然そのセンスないって思うんですよね。うん、ぶっちゃけますと、荒川静香さんは、えー、タラスワさんからあの教わってたらですね、ね多分金取れなかったと思います、トリノオリンピックで。うん、あのプルシェンコじゃなくて、だらってな。 えー、ニコライ・モロゾフに直線であの変えたからこそ、えーまあ、女王の決断ってのがあったわけですよ。まあ、それがあったか多分金取ったんじゃないかなとちょっと思ってるんですよね。だからね、まあ、そう思うと唐沢さんねちょっとなんかなんだろうなんかさらに株が下がっちゃったな僕の中で、うん。ちょっと残念ですね。まちゃんの、ね、あのあ時はすごいこう、まあ でまあ、その真央ちゃんの件もクリケットチームからはですねなんかいやタラスワじゃなかったらマオちゃん金取ってたよねっていう話もあったりするんでもうちょっとこうタラスワさんに対する株がどんどん日本の中で下がっていってるんですよねうんなのでちょっとまあ残念なんですけど坂本選手に対して20年前のレベルに下がったとかって言っちゃった部分は ちょっとあなた自分が滑ってくださいって言いたくなっちゃうなと思ったりはまあしてるんですけど、まあ、今このご時世なんでもうなんかそういうなんか不適されてるというかそういうところもあったのかなというふうにはちょっとまあねまあこれねほんとね、まあ、ほとんど闇に包まれてるというかもうそもそもロシアに信頼性がちょっとない部分があるのでまあでもそんな中でシェルバーコアの演技良かったんですけどね。 うんまあ、演技はね、まあ、結構僕は好きなんですけど、ちょっとまあ、ワリエの件なんかもなかなか片付いてないっていうところもあるし、やっぱり闇はありますよね。うん。はい。で僕は思っております。ユンママ様、おはようございます。えー、今日はホープレガシーのご周年記念ということで、マッシュミリアーノさんがたくさんの写真と感動をツイートされた、あご無沙汰ですね。マッシュミリアーノさんあの最近僕は ちょっと見てなかったんですが、マッシュミリアノさんが一番ミラノで、えー、羽生君を見られるのを待ち望んでいるかも、いや、おっしゃる通りですね、これはその通りだと思います。マッシュミリアノさんってイタリア人ですから、ミラノ出身か、違うか、まあ、そこはちょっと置いときまして、たぶね、あの、彼女はですね、羽生君ん見たいと思います。うん。あの、ぜひとも、羽生選手も、えー、ミラノを続けてほしいなと思いますね。うん、僕はね、まあ、多分 あの来季とかその後のシーズンでところどころ休んだりすることはあると思うんですけどなんだかんだで、ね、オリンピックシーズンになってちょっとやってみますみたいな感じで出てくる気がするんですけどもねうんそれと面白い TikTok が、えー「信じられるか今は日本で桜の姓といえば27歳独身男性なんだぜ」とのコメントで「春よ、恋の羽生くんが」ということみたいですねこれは羽生選手の TikTok んなんだ ?TikTok のかなうん。な、まあ、羽生選手は TikTok やってませんけど、誰かの TikTok でしょうかね。そういえば、ヘルシンキでも陽性と言われていたようです。ああ、なるほどですね。まあ、あの、ホープ e and は確かに陽性な感じがかなりありましたよね。うん。陽、ま、性、あ、っていうと、三原さんをちょっと思い浮かぶんですけど、羽生君のホープレガシーも陽性でございますね。うん。 オープンデガーシーの時は比較的フリーは安定してた気がするんですけどショートがちょっとはまらなかったのかな。うん。はい。あそしてこれは先ほどのココア大輔さんのコメントでございますね。 えー、そして三輪さんよろしくお願いします。うのしょうま鬼トークちょっと見ていきたいと思います。はいこんばんは。今日も月始めで忙しく夕方チラッと携帯で LINE ニュースを見てびっくりしました。え三、ー、原さとこちゃんの引退記者会見にまさかのサプライズいやこれねあのー、いや最初多分気づかなかった方多い多いと思うんですよ。 あと、うん、で,でツイッターとかやったりとかして、まあ、結構気づいたという方も多くて僕もですねあのパーシニックさんかなコメントを頂いて初めて知りましたからねで実はお願いされたコメントまで言われていなかったけれどあるかなと思っていたとショマ君マがスターズ・オン・アイスの記者会見での質問に答えるそしてもう正直なんだから、えー、と記者さんたちからも思わず笑いが起きていましたよ やははりりあの場をまませたり明るくしますねショマ君は花束贈呈で現れた時の聡子ちゃんは驚いたようで口に手を普通そったもよかったね涙ぐんでいるようなちょっと小野くんの方が涙ぐんでいるような感じがありましたが宮原選手は終始なかなかったですね、うん、なんかもう涙とかもう本当に納得のいく引退だったのかなとも思うんですけど、まあ、涙をこらえているのかなっていうところもあって。 だけど結構ね、えー、ちゃんと答えている感じがありましたからまあそんとせねかなり悩んで悩んでもうよし次に行こうっていう感じの決断だったんじゃないかなと思っていますきっとさどこちゃんは嬉しかったと思いましたいや本当喜んでましたよね宮原さどこちゃんとは小さい時から試合やアイスショーまたテレビイベントも一緒が多く えとシニアの時に、えー、選手たちでの食事の時にしょまくんの野菜サラダをしょまくん食べれないから野菜食べれないからと食べてあげたりまたさゴとこちゃんが股関節の怪我でリハビリ中のトレーナーさんがしょまくんと同じデミさんでしたよ。えー、ってことは結構その家族ぐるみでね仲良かったっていう話してましたからね。うんえー、とても 友達のような感覚っていうのが強かった気がするんですけど、えー、でもなんか宮原選手が先にこういっちゃったから僕も、えー、頑張ってシニア,アで戦えるように頑張んなきゃいけないってね正直言ってましたよねだから相当その選手としてもその感化されたりとかっていうのがあったりだけど、まあ、家族ぐるみでの交流もあったりしてすごくいい関係があったのかなと思っていますねジャンプ失敗したら2人で野菜ジュースを飲まされていましたよ微笑ましい そして、まあ、宮原選手は多分野菜好きなとは思うんですけど逆に彼女はお肉があんまり好きじゃなくてもうそれが原因でねなんかあのエネルギーが足りなくなって怪我をしやすくなったりっていう話は聞いてでトレーナーさんからですねいろいろエネルギーというかスタミナをつけるためにたんぱく質を取るようにって言われたみたいな話もあったんで宮原選手はお肉があんま食べないでも宇野君は野菜が嫌いっていうことだったんですよね。うん 国別対抗戦で演技が終わった翔馬君に後ろからタオルをかけてあげたり、ありがとう、翔馬君が振り返り言うと、聡、えー、子ちゃんは少し照れて可愛かったですよ。それから翔馬君が一人の秋のジャパンオープンでも、翔、え、馬、ー、君にタオルを用意していて、手にあるのに文字ぼししてしまい、渡せずなど、えー、控,えな控えめな殺と、えー、いつも一生懸命練習する姿に尊敬もあったようですよ。 荒川静香さんの、えー、ブレンズオンアイスの、えー、特,番特別番組ブレンズプラスにリモートで確か対談がありますこれかな僕見たの。うん。多分これかもしれないですね。なんか話してましたよね。対談で。で、翔真んが車の免許を取ったから、さとこちゃんが今度乗せてくださいと言ったら、翔真君たら何かあったらいけないので、多分事故,事故などあったらやばいんで、タクシーを使ってくださいねと言っていて、 えそこはご愛犬のところ、えー、正直また笑ってしまいましたまあ日本ではほぼ運転はしないでしょうか、まあ、結構フィギュアスケートーの選手って荒川静香さんを除いて車の運転ってあんま得意じゃないですよね荒川さんはねまあオートレーサーみたいな感じで、まあ、バイク乗ったりするんですけど、まあ、結構フィギュアスケーターは、まあ、あの本当にスケートは得意だけど運転は苦手な人多い気がしますね真央ちゃんなんんななかかもなんか 結構苦手でぶつけたっていう話も聞いたことあるんで結構苦手な人が多い気がするんですよね友野くんなんか得意そうな気がするんですけどね。まあ、ネイサン・チェンとかはねなん,かなんかちょっとこうねス,ピードスポーツカーとか乗ってこうサングラスしてそう膝う的な感じにね見せてきそうな感じがあるんですけどまあそれ以外の選手ってあんまり車得意じゃない人が多い気がするんですよ。うん 微笑ましい2人、さとこちゃんとかも何かアイスショーでコラボが見たいなぁと、2人のツーショットは可愛らしく、引退に花を添えられてよかったです。夜のニュース、NHK 富士ニュース富士ニュースゼロ TBS でも流れましすごいですね、すごい、あの、皆輪さんチェックしておりますね。アナウンサーさんたちも微笑ましく見られていましたよ。で、宮原さとこ選手、お疲れ様でした。そして、あの、 プロスケータータになっってても頑張ってください、まあ、彼女はね医者の方も目指していくということみたいなので、まあ、そっちもかなり、まあ、そっちの方はかなりこう大変になっていくと思います。うん、今後だからまあ両立していくということになるかと思うんですけど、まあ、多分医者の方も勉学の方向にかなり有力というか注視していくのかなっていう気はするんですけどもね。はままだ滑っていいるよくらいまで あのスケートを続けたいとそれぞれ楽しみですね。これもねおっしゃってましたよね。宇野くんはまだみんな宇野くん滑ってんのって言われるまで滑ってやろうってね話をして最後終わってましたよね。うん、そして、えー、フレンズオンマイスでした。あっフ,、ね、フ,フレンズですね。今年も昌磨くんは、えー、フレンズもおそらく呼ばれるんだろうということで、えー、そういえば、えー、もう一丁コメントがありますが。 えそういえば、世界選手権のショート、オーボエ・コンチェルトの衣装は、やはり赤い衣装の方が動きやすいと、し馬うくんが、あー、なるほどですね、だからこそ、世界選手権のショあオリンピックのショートも良かったんでしょうかね、あのオリンピックの個人戦ではね、えー、グレーの衣装に変えちゃったんですけど、まあ、4T、3T でちょっとミスっちゃったんですよね、もしかしたら、宇野君的には赤の衣装の方がやりやすかったっていうのがありそうですね。 見た目はブルーグレーがさらに上品さが際立つようですが評判も。 赤の衣装はジャンプが確かノーミスだったから北京オリンピック団体戦でそれ,それもあったかもですね。これはね、僕もそう思いますね。多分赤の方がやりやすいんじゃないかなと思います。でも僕はその世界選手権で赤にした時にえっ、ー、宇野くん変えたんだってね思わず声出ちゃいましたからね。フリーボレードも2種類あったから今回は青い衣装をにしたようです。これもね、あの黒ではなくて濃い紺の青といいますかねに変えていきましたよね。うん で青い衣装は少しダボついて見えたのはやはり最初に来ていた1年前ぐらいに比べて痩せて引き締まったからみたいですねこれもなんかうの君言っててなんかあの野菜なんかなんだっけなレッドブルからね野菜 ウーロン茶ととかかに変えたっって言って言、ま、水とかに変えたって言ってましたね。それもあったみたいですよね。パンツが少し最近えっと最近着ていなかったから分からなかったのかもしれませんね。えこちらも2種類あるからと、しょうまくん自身はそこまでこだわりはないようでしたよえ。前は衣装はお母さんと美穂子先生に任せていましたが、今はやはりお母さん、ステファンも何か言いたそうですが、えー、お母さんが今作っ てるようですね近く、本田圭佑さんの NowVoice の翔馬君ので何かあげるようでしたよ。ああ、なるほど。また本田さんとコラボやる感じでしょうかね。アップロードチャンネルは試合が終わったからと言っていたから、もう少しでしょうかね。なかなかね、アップロードチャンネルはアップロードされませんので、そうのワンチャンネルはアップロードされますけど、うのワンチャン、のアップロードチャンネルの方は、あんまりね、えーち、あの、なんだ、更新はされてない感じですよね。うん。 4回転ルッツが楽しみですね。いや、本当ですね。まあ、今のところダブルルッツということで、まあ、これがね、エピソードがこう今ゼロですから、エピソード1が楽しみでございますね。カ茂さんがちらっと言われていた、今回、テレビ放送、ニュースなどは普通に、えー、報道は、えー、ありましたが、本当、さらっとくらいで、特に NHK はあの、ショートは全く朝はする、フリーは少しだけの上になぜか写真が、並び方が。 金メダルが真ん中では、で、さっと流したような、ということですね。NHK はなんか微妙な感じだったんですね。で、フジテレビは今回は取り上げられて、て取,取り上げられよかったです。オリンピックに比べたら少しでしたが良かったです、ということみたいですね。フジテレビはこんな感じだそうです。フジテレビの結構なんかいろんなその賛否両論があるみたいなんですよね。うん。 で雑誌もパラパラ、世界選手権金メダルだったから、これからまた,また出そうで楽しみですで。アイスショーはスターズオン・ワイス、えー、大阪公演はワンちゃんは連れて行けあこれ言ってましたよね。うん、なんかワンちゃんはいけないんでってね、うん、あのワンチャンネルで話してましたね。エマちゃん、残念ですが、こう東京公演は、えー、連れて行けそうとかね、うんあ、ワンちゃんなんか、みつきが悪いワンちゃんがいるとかね言ってましたよね。あそこね、すごい僕、ツボなんですよ。 うん、プリンスもあるし、ブレンズにアイスも楽しみですね。近くなら行きたかったけど、家族がいるとなかなか見に行けず、テレビ楽しみです。えー、では、また鬼語りしました。ということでね、まあ、いろんなアイスショーがあるようなんですけど、まだこう、まあ、うのくも多分どんどん出てくるのかなっていう感じでしょうかね。うんまあ、とりあえず、スターズ・オン・アイスが一番喫緊であるということなんで、えー、そちらを楽しんでいくということですね。うん たぶんだけど、あの、なんだっけな、もうすぐで世界ジュニアも行われますよね。たぶそれも気になってるんですけど、三浦航空君は大丈夫なのかな。三輪さん、よろしくお願いします。伊藤みどりさんから浅田真央ちゃん、そして宇野昌磨君へとオリンピックや世界選手権でのメダルのバトンがつながっていると嬉しいですね。いやー、ほですね、ずっとこう、なんだろう、なんか歴史、脈々とつながってますよね、う。ん あのオリンピックの金がないっていうところが共通点にはなってくるんで、宇野君、ぜひミラノオリンピックで金を目指していってほしいですね。まあ、伊藤さんもね、伝説と言わながらね、クリスティー・山口に負けてしまいましたからね、まあ、あの時はね、ショート4位からね、見事の,あの、ショートでいいのかな、あの時は違う名前だったかな。うん えー、オ,リオリジナルダンサーとか、まあ、そんな感じの名前でしたけど、まあ4位からねフリーで、まあ、大きく点数を上げて、えー、銀ということになりました。銀がクリスティー・ヤマグですよね、確か。リリハンメルか。リリハンメル、はい、そうですよね。で、三輪さん、そうそう、コラントテさんの宇野昌磨の引力、昨日三31日が真央ちゃんで、昌磨んは小さい時から長い時間練習をずっとやり続けている。 浅田真央ちゃんを見てきたから、それがトップ選手になるには当たり前と思って一緒に練習したから、今も練習の鬼と言われるほどなんだなと。とうん。いや、あの、真央ちゃんものすごい。やっぱ練習していたっていうのを見ると、それもやっぱお手本にして宇野くんとかやっぱ頑張ってきたっていうところがあると思うんで、やっぱトップ選手たちっての活躍っていうのは練習の仕方っていうのはまあ、脈々とつながっていくのかなっていうね。感じがちょっとありますね。 で小さな時のショムくんがまた可愛いああ、これはね、マおちゃんと食事。シーンも、シーンもちらっと、食事シーンもちらっと。小さな幼稚園の時かな。 えかわい,い今はかっ,こか,かっこよさと少し大人っぽさが加わってきてかっこかわいい。スケートも大好きだし、しょうまくんも大好きだからしょうまくんありがとう。いやもうしょうま愛に満ちあふれてますね。で、この宇野くんがちっちゃかったときに印象に残っていることとしては、もう大ちゃんが大好きでですね、もうずっとなんかもう大ちゃんのステップって言って,て、なんかやってましたよね。うん、なんかそのときのインタビューがめちゃめちゃかわいらしいんで、多分皆さん知ってると思うんですけど、まあ本当ね、 うん、癒し系でございますね。うん、はい、えー、そして、ゆいのエアーさん、ありがとうございます。えー、サッカーでございますね、えー。かぶさん、今年のサッカーワールドカップは、日本はドイツとスペインと同じ、えー、グループ E に入りました。 日本より強いとこばっかりで勝てる気がしなくなってきましたうんいやどうなんでしょうかねでもこれねあのまあ確かにドイツとスペインって多分強いと思うまあサッカーはあんま詳しくないんですけど、まあ、多分強いですよねうんでも日本最近ちょこちょこ強くなってきてる気がするんですよ4年前もねベルギーにあともうちょっとで勝つとこでしたからちょっとまあ侮,な侮らないでちょっと見ていきたいですよね うん、まあちょっと厳しいかもしれませんけど、まあ、ちょっと僕も応援していきたいと思います。いつ始まるのかな？もうすぐ始まる感じですよね。うん。はい、まあ今年はね。まあ変なアウェイとかになったら困るんですけどもね。まヴ、あ、ェルディー対日本とかになっちゃうとまあ、ヘンドリックスと坂本花織選手みたいな感じでね。アウェイ感がしちゃうんでね。うんまあ、楽しみかなとは思うんですけどもね。うん。はい。 ところどころでサポーターとかも暴れると思うんで、まあ、設定様子なんかもです、ね、ちょっと YouTube 動画に上げたり、ね、してい、ね、きたいと思ってますんで、まあ、多分夏とかになると思うんでちょっと、ね、海とか多分人が溢れてると思うんで楽しみですね、うんはいえー。桜子さん、おはようございます。ありがとうございます。 えっとずっと羽生砂漠でしたが、カブ君がニースでの奇跡から10周年、あ10年を記念して、えー、取り上げてくれたんで、少し潤いましたあ。ありがとうございます。そう言っ,ていただけ言っていただきましてですね、ちょっと僕は嬉しいですね。うんえー、年外もな、えー、くなった、年の間もなくなった、アマゾンで羽生譲る、えー、デイリーかなデイリーと あのそうですね羽生選手のオリンピック特集の本を予約していたして、えー、それが届いたんで毎日楽しく見ていますこちら年賀いですね年賀いもなくですね年賀いもなくっていうことだとすなんかあの年の終わりに、えー、合わずという意味らしいですがちょっと初めてですね。 えそして、あのオリンピック特集の本を予約していて、それが届いたんで、毎日楽しく見ています。羽生選手が表紙の本は、オリンピックの後に10冊以上も出ていて、中には売り切れで、10番というのは長版のものもあり、10番かなのものもあります。えー、北,の北京落ちした方も、方もいるので、間に合わないのかなと、改めて羽生選手の凄さ、そして特別感を知りました。 私の仕事仲間の人は北京での会見を見て話すことが、えー、しっかりしているし、あのー、言葉では言い表せないほどの努力を今までしてきたんだねだからオリンピック2連覇できるし4回転アクセルを、えー、飛ぶことができるんだよと褒めてくれていましたちょっと余談ですが紀平選手がトロントから帰国あ へあなるほどですね、アイスショーに出るためということでですね、えっと、彼女の怪我の心配とかも状態とかも気にはなっていて、出発の時に飛行機の出発時間が遅れ,た遅れて、その上に日本に来てたから、えー、入国手続きになんと 9, 9時間もかかったそうです。えー、すごいかかりましたね、9時間もですか、9時間も入国手続きにかかったっていうのは、ちょっとこれは嫌ですね。うん でこんなにかっちゃのちょっと嫌ですね、そんなに手続きって時間かかるんでしょうか、夜中になってしまい、電車も走っていないんで、空港近くのホテルへ宿泊したそうです、9時間っていうとなんか、ね、なんかそこらへんのこう悪いことをしたような人がですね、検問されるような時間に近いですね、これね、本当、えー、この時間は長すぎますね、ちょっと。 えー、木平選手、この間もアイスショーに出ていましたが、足のけがは完治したんでしょうかね。いやー、かんないですねあの。彼女はアイスショーとかに出てくるんですけど、まあ、漢字の,感じのこう試合とかに出な,い出ないので、ちょっとその、えー、試合に向けたその状況かどうかっていうところが気になっています。個人的にはですね、まあその、例えばドーナツスピンとかビールマンスピンができるかどうか、これが1年前だかな。 今季始まる時の相性でできなかったんですよ。まあ、半年ぐらい前ですね。なので、まああのそういったジャンプはまあもちろんジ、ジャンプよりも、そういったその、えー、股関節とかを使ったりとかするまあビールマンとかドーナツスピンができていればね、まあ多少分けが治ってきたのかなっていう感じになると思うんで、まあ、そこらへんもちょっとチェックして見ていきたいと思います。はい,いや、でも9時間は長いですね。うん、9時間かかっちゃうと、木平選手、心配ですね。うん はい、というわけで、ありがとうございました、えー。素敵な土曜日をお過ごしくださいませ。僕は、えー、これからちょっと寝ていきたいと思います。はい、ではでは、えー、後ほど、バイバイ。